はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエゴーズでは続きをやっていきたいと思います。アルム軍ですね。土勢を倒したので、次はこのローソンのところに行けばいいのかな。なので戦闘開始しましょう。ソフィアの森の戦いに、マップは見ましょう。ああすげえ整列しているリゲル帝国軍、馬がいっぱいいるね。基本馬兵か。こいつはパラディン、あとはソシアルナイトか。うーんで左、てかめっちゃ左にいない、これ。あ、こっちにも軍隊がいる。マジか、これ左右で展開してんのか。そうすると左右の配置をマジで考えないとな。右側はかなり熱いよね、これ。左か、そうすると。マチルダをこっちに派遣する。シルクとかな。やられそうだからな。ちょっとマチルダ、こっちに派遣して。で、魔法の援護も必要でしょ。この2人を前線に出して、魔法で援護しつつ、弓で援護しつつ、こいつは、遊撃部隊的な感じで。でこっちに魔法兵がいないのか。こいつはここに持ってこよう。でエフィはちょっとどっちでもいけるように。で、こっちも魔法で攻撃はできると。これでいいかな。ちょっとこの編成でいきましょう。でやっぱり前に出すのは硬いやつだな。グレーベとマチルダ。グレーベの方が一応防御力は高い。てかマチルダさ、魔法防御も高いんだけど。任せてくれ。ここで壁を作ろう。魔法兵大丈夫かな。クリフとか食らわないで援護ができる位置に負ける気がしませんわ。行くか。ナイトキラー持ってるしね、クレアは。で、お任せください。ルカを前線に出そう。ルカ、アルム、グレイ、こっちらを前線に出して、あとは援護で大丈夫だと思うんだよね。シルクどうする、ちょっと怖いな。エフィはなんかしないけど、ちょっと真ん中ら辺にいよう。どっちでも動けるように。やはり森にいるとだいぶ違うね。おお、かわした。そしてクリティカル、いいね。2回攻撃ができるのはでかい。しかもクリティカル率高いね。クレーベの近くにいるからか。どっちかでもいいかな、クリティカルが出てくれれば。敵の攻撃力も結構強いね。これはまずいな。シスターとか事故る可能性があるぞ。この機動力はやばい。まずは弓、倒せるやつを倒したいけど全然無理だ。パイソンじゃ無理か。クリフ、サンダー、ファイヤーで2か。サンダーは1。エクスカリバー、エクスカリバーはちょっとな、3消費するからな。でも倒せるときに倒すか。おしまいだよ、無駄だよ。お前が味方で心強い。で19、こいつはナイトキラーで倒したい。いいね。で弓攻撃しよう。まあ反撃はね食らわないからね。レベルアップ。よし、なかなかのもんでしょ。でマチルダで攻撃しよう。マチルダちょっと食らうんだよね。まあ最終的にショート。でだいぶ減らしたな。
ここの部分をどうするかだよな。まあ、ルカは多分大丈夫なんだよね、攻撃しても2回攻撃されるけど、まあ、めっちゃ硬いからね。で、アルムもちょっと前に出すか。王家の剣の威力2位くらうか。で、なるべく四方からの攻撃はな避けたいからな。弓とかどうする。こいつらの移動力半端ないからな。一旦ちょっとここで待機しよう。シスターとか危険だからちょっと森に、待機させて、エフィ右にいた方がいいかな。左は、いやーこれは悩むわ。とりあえずこのまま4はそれなりに食らうね。3、イカズチの剣、やはりこういう敵には強いよな。危ないですね。まあ、ルカはとりあえず安心ではある。ただな、数の暴力が半端ないな。みんな瀕死。これをね、一撃で倒せる力があればだいぶ楽だったんだけどね。アルムか。あとは数をどれだけ減らしてくれるか。アルムに来るやつを片っ端からぶっ倒す。よし、23クリティカルめちゃ強いな。アルムで無双してもらうしかない。ここはもうアルムで無双しよう。右は大丈夫だな、意外になんとかなったアルム無双で。うわ、弓兵に来た。4、2回攻撃かよ。マスルダもちょっと不安だよな。4、回復したい。ローソン、ソフィアの生クラトモか、叩き切ってくれるわ。うわー、かわしたて、しかも2回攻撃。さすがパラディン、手加減を取得した。こんなやつに手加減してらんないよ。ちょっと待てよ、マジで待てよ。銃とか倒せるの、残るのか。極射も1残るのか。パイソンちょっとな、火力がな。こいつは無理だ、ちょっとどっちにもいけん。まずは確実に倒したい。ナイトキラー持ってるから、ゲル帝国兵をぶっ倒す。そこからのな、弓がな微妙なんだよな。もうちょっと火力があってほしいけど。マチルダが総攻撃食らうとかなり危険だからな。ここに置いてファイヤー。で、2回攻撃食らう分にはね、多分大丈夫なんだよ。って、持ち物なかったっけ。なんもない。そうだよな、これで攻め切るしかないもんね。森に避難させるのもありだったかな。シスターとかもどうにもならんしな。で、後ろからちょっと行くか。かわされたー魔法
ファイヤー、リュートとかやばそうだな。この位置当然レベルが上がったけど力強さを感じるな。でやはり数を減らすべきだよ。いいぜ。どうよ、いけてるだろう。おいでルカはこいつを倒そう。でこいつもいけるね。よし、 OK。 リュートやばいな、これはやばいな。2人からの攻撃を食らうぞ。かといってシスターはな、もうこれでちょっとこのターンは終わりにするしかない。きたー、6、もう一回使う、6。タイソンもな、危険だ。クリス3、早いね、ソシアルナイト。やっぱり来た。2回、怖く死ぬ。いや、これはどうだ、無理だ。30やられた、リュートがやられた。我が魔力及ばず、これもまた定め。かじったパンを道具袋に送った。最後パンをかじってもらいたかったものが。こいつも死ぬんじゃね。いやー、パイソンもやられたわ。アルムグめちゃくちゃやられてんな。あっけないね。まあ俺にはお似合いだ。鉄の弓、まあ基本的には一人無双キャラがいればね、まあ、大丈夫な感じはするんだけど、なるべく死者は出したくないからな。イゲル帝国軍強い。よーし、めちゃくちゃ上がった。この体のキレ、マチルダちょっと危険だからエクスカリバーで倒せるよね。これどう？いくよ。すごい。悔しいでしょ。私も負けていられないよ。こっちを攻撃すればよかったかな。戦技鎧砕き、え、これどうなの、強いの弱いのどっち。19 13、あ、違う9になるのか。どうなの、これ鎧持ってんの。どっちかっていうと馬って感じだけどね。ピンチにはなったけど、とりあえずなんとかなったな。おお、いいね、ディフェンスが上がってくれるのは嬉しいな。さてさてさて、で、微妙だ。弓局者でいこう。チェ、局者ないんだこいつ。77% 67か。じゃあ強弓を使うか。で、ラスト、アルム、ルカ、グレイ、グレイで行くか。あ、イカズチの剣だから遠くから攻撃すればよかったか。まあ結局は倒せたから OK と。こんなところで陛下、申し訳ありません。いやー、ただこっちもめちゃくちゃ損害が出たよ。
って言うとパイソン。覚悟はしていたけど。そうだな。全部でこっち3人死んだ。クレーベの部下とかもう2人やられてるし。じゃあ一応ちょっと森の祠に入りますか。うわ、来た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 。ちょっと待って。もうこのまま探索するしかない。遥か遠い時代に作られた巨大な遺跡。金金。埃っぽい空気に紛れて鼻をつくのは、ボロボロに錆びた鉄の匂いだけじゃない。数百年の歴史がもたらす重苦しさだ。こんな場所ですら、悪しき企みのために出入りしている人間の痕跡が残っている。敵はいるのかな。こういうところだからいるんだろうけど、とりあえず破壊の限りを尽くそう。あれこれ何、いけなくね。とりあえず破壊しよう。おお、待って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 、なんでいきなり出てきたんだよ。ひでえな。お任せください。とりあえず硬いやつらも前に出す。任せてくれ。会話しよう。はあ、どうしたルカ。浮かない顔だな。クレーベ、いえ、この間の言葉の意味を少し考えてしまいまして。この間の？私が見守ってくれと言ったことか？ええ、私は昔から熱くなるということと無縁なんです。パイソンのように全てを人ごとと捨ておけるわけではありません。かといって自分を見失うほどのめり込むこともない。そういう自分にちょっと思うところもあるのですよ。そうなのか。私には常に冷静でいられることはこの上ない美点に思えるがな。まあ、ないものねだりなのでしょうね。パイソンとかいなくなったからね。残念ながら。僕に任せて。こいつらをちょっと壁にしよう。しゃあ、いつでも来い。任せてくれ。マチルダも壁。よし。で、あとはちょっと後ろから援護をしていく感じで編成を組むか。よっしゃ、任せろ。遠距離攻撃系が2人いなくなったのか。それなりに食らうね、やっぱり。攻撃力強くね。スケルトン。一応2回攻撃はな、安定してできるけど。囲まれるときついね、こういうのは。できれば倒していきたい。エクスカリバー強いわ。エクスカリバーマジで何度やっても同じだよ。君は我が軍の誇りだ。まあ、ルカはね、削り役だからな、どっちかっていうと。で、クレアも前に出そう。もう数を減らす。とにかくこんなものですわね。弓、よし。こっからエフィ。ちょっと待って弱っ。ちょ、エフィマジで弱いな。で、一応回復をさせよう。リザイアじゃなくてリカバー。ありがとう。このターンで決着をつける。
よし、レベルアップ。多いね。マジでレベルを上げていかないとこの先の戦いがきついな。何、死ななかったっていうか、2回通りできるか。理想なき者に勝利はない。私のように完璧な勝利ですね。99回いっぱいいる。これじゃあ開けると敵が出てくる系。ちょっと待ってよ、一個ずつ開けていくか。おー怖い。金取った。なんかさ、このさ、ぶら下がってんのもなんか嫌だよな。なんかいきなり強盗とか若干ホラーショックが出てんな。こっちを開けるか。攻撃してよ。あれ、これなんか絶対向こう行けそうじゃない？てかさ、マップ的にもさ、わかるんだけど、あっち行けるよ的なって。敵いたね、マップ上に今。あ、これはあれか。魔法防御。いや、これはちょっとアルムに使おう。魔法防御。枯れた。まあ、しょうがない、別に。もうとにかく主人公を鍛えてこう。あとはこっちを開けるか。こっちもいけるね。壁を壊そう。めちゃくちゃ奥に続いてんだけど。こっち行けんの？ちょっと待って、もう少し探索をしたい。こっち側敵の形跡があったからね。おらおら、どうも前線へ行こう。おっと、危ないですね。レベルアップ。よし、手応えを感じますね。攻撃力とディフェンスが上がってくれるのはアーマーにとっていいからな。これエクスカリバーでさ、1、まあいいや。いやークリティカルいいね。強い、マジ強いわ。悔しいでしょ。さすがです。で、こっちも99だから1残るのか。まあいいや、レベルが上がってくれればとりあえずは OK と。クレーベ、クレア、アルムのレベルが上がるか。シルク、シルクちょっとどうにかしたいね。白魔法とかも特に使えるわけじゃないか。レベルアップ。まあいいや。でそこからの99のシルク、ちょっと今回でレベルを上げたいから。あー、でもこいつ反撃して終わるな。ってことはエフィで倒そう。クリック6とか。まあ、楽勝ではあったけどね。確かに。あれ、なんかちょっと変な文字みたいなのがあるよ。これ何？調べる。壁に何か書いてある。特に重要なものではないようだ。え、そんなもんなの？でちょっと正面もう行きましょう。うわ、敵また僕に任せて。強いやつらを前に出して壁を作ろう。任せてくれ。離せるからこいつは任せてくれ。ここに行こう。クレーベ、
マチルダ、また君と肩を並べて戦えるなんて夢のようだよ。私もだ、クレーベ。久しぶりすぎてなんだか落ち着かないな。手元が狂ってしまいそうだ。それは困るな。大丈夫だ、私はもう君のそばを離れない。だから戦う君の美しい姿を存分に見せてくれないか。ああクレーベ、お前が見守っていてくれるのならこんなに心強いことはない。ああ頼んだぞ。こんなこと言ってっけどさ、どっちか死んだらなんかちょっとやだな。後味が悪いな。よっしゃ任せろ。負ける気がしませんわ。私よし、これで敵のターンで反撃をしていこう。裏をかけたと思いましたか。まあ、ガードイルは早いね、さすがに。攻撃力自体はそんなに強くないけど、旋風槍。ここまで攻めてくるか。危険予測範囲出してないからな。ではではでは、また例によってエクスカリバーで倒せるやつを倒したいけど、そうはいかないか。クリティカルで、シルク回復させよう。ありがとう。レベルアップ。多いね、ディフェンス上がってくれるのはすげえ助かる。じゃあ弓で狙うか。どんなもんだ。一体ですか。エフィ上げてこう。ちょっとエフィ本当に弱いな。3とか強いのかな。いや弱いよ。マジで。まあルカは減らし役。倒せる。ああ強い。クレアは強いんだよね普通に。アルム2回攻撃できないからな。だいぶ違うね。クレーベが3レベルでもレベルが上がりそうだからな。倒そう。よーし、オッケー。レベルアップ。オッケー。2強いから。でここもまたいけるよね、内側とかで。ああ特に行き止まりか。なるほど。で多分こっちも行き止まりになるから、あそこから下に降りるっていう感じではないね。いやもうこっちから降りよう。ああここでミラのところに来るのか。なんでこんなところにいるんだ。女の子は走り去っていった。よく走り去っていったらさ、また魔物にやられるぞ。セリカと喧嘩したって本当？でも仕方ないよね、もう何年も会ってなかったんだもん。嬉しそうだな。今のアルムの考えていることがセリカには分からなくて当たり前だよ。私はアルムの考えていること分かっているつもりだよ。うん、わかるとかじゃない、アルムの考えが私の考えなの。私はアルムに逆らったりしないよ。アルムの言う通りにするね。だからこれからもずっとそばにいていいよね。まあ、別にいいけどさ、あんまり強くないんだよね。あ、間違えた、移動じゃなくて調べる。マナの草と他怒ってるのは特にない。ミラ疲労回復します。
疲労回復しとく？オレンジ。ほんほんほん。クラスチェンジっていないよね。ちょっと奥に行きますか。奥へ。でまたこれがあるからヒットポイント、エフィヒットポイント少な、どうすっかな。もうなんだかんだでやっぱりもういいや、アルムに全振りしよう。あ、しまった、これそうだ、こっちであれだ、もういい、両方で3回っていうの忘れてた。やってしまったものはしょうがない。もう一個の奥へ行きますか。そうするとまた敵復活してんな、突破する、うわー無理だった。お任せください。また同じパターンだなこれ。任せてくれ。配置がちょっと変わってるだけか。しゃあいつでも来い。壁舞台任せてくれ。いつでもどうぞ。ここからの援護部隊。負ける気がしませんわ。私頑張るね。他人のご加護を感じます。お、クリティカル。ちょっと一残った。クリティカル。ソフィアのために。ヒット倒した。行く手を阻む者は撃つ。おーっと、魔法の方を攻撃してくると思ったけど硬い方を攻撃してくれたな。その程度ファイヤーエクスカリバーも無理だな。サンダーで、うわ、かわされた、マジか。強弓強い。で、エフィ9レベルじゃん。3とかね。エフィって何装備してたっけ。あー、そっか、死なないように盾を装備してるんだ。それが若干あだになってるな。安らかに眠るといい。これが我々の実力だ。さて、もう一個の奥、あれ、こっちじゃなくて、こっちか。走ってるときはね、軌道修正が難しいからね。で、奥。ん？何これ？調べる。宝を求める者よ。力なくば猿がよい。え？なんかさ、強え敵がいそうだよね。もうなぁ。そういうのちょっと怖いんだよなぁ。金がいっぱいあるな、でも。まあ、いっぱいってことじゃないけどね。1円ずつ拾っていくしかないから、どうする、開けるか。一応大丈夫なの、すげえ嫌なんだけど。何これ、敵いるよね絶対。敵マークがあるもん。真ん中行ってみる、全鹿として。開かないんだろうなきっと。後ろで何か音がした。覇者の金貨、不思議な力を秘めている。うん、普通にあれだね。うわ、ワンサカワンサカワンサカ来たわ。お任せください。さて、どういう陣形を取っていくか。横一列陣形でいくか。やっぱり僕に任せて。よっしゃ、いつでも来い。
こんな感じで、こっちは危険だから、よし、こういう陣形でいこう。どういう陣形も何もないけどね。このガンホイールちょっと違う、色が違う気がするんだけど、まあただこいつは早いね。マチルダ指に来たか、4来たか、反撃でミスるの痛いんだよね何気に。そしてクリティカル、倒せなかったか、惜しい。よしよしよし、なかなか調子がいい、上がるね。鎧砕き、おっと危ないですね。おお、こいつも2回攻撃できるか。剣士も素早いんだな。さてあとはエクスカリバー、クリティカルよ、いいね、さすがだ。結構楽しかったよ、頼りにしているぞ。エフィなら倒せるでしょう。3、さすがにいける、ギリギリ。私強いのかな。で数的にはな、結構いっぱいいるんだよね。強弓をこっちに使おう、まあ、当たってくれ、よーし。でこいつで始末する。クリティカルが出たか、33。まあこういうのは読めないからね、しょうがない。私も精進しなければ。カズを目障りだ、いけら、私も見習いたいな。こんなのどう、あるんか、攻撃できるのか。6、これでクレーブで倒せるね。でルッカも攻撃しておこう。アーマー系は武器を装備させる鉄の盾とかだからね。で回復をしておこう。ちょっとでも経験値を稼いで、ただこいつらを排除できれば、だいぶ排除できたよね。素早さは大事だな、やっぱり。1回しか攻撃できないっていうのかな、つらい。エクスカリバー、いや、ほんといいわ。強い、クリフ。私が見込んだだけのことはある。さて、そこからのおこぼれちょうだいエフィー。アルマ、見ててくれた？あれ？攻撃力一応11はあるのか、それでも。まあ、ルカもね、削り役になっちゃってるから、倒せるチャンスがあれば倒していこう。あとはアルムってどうなの、手加減ヒットポイント1残す、1っていう世界じゃねえしな。
あでもレベル上げにはいいかもしれないね。あとはじゃあクリア。こんなものですわね。これが我々の実力だ。まあとりあえず人がね減った分経験値が集中するからね。こっち側も破壊できるのがあるね。お、これは生肉を拾う。絶対腐ってるよ。こういうところには特になんもないのかな。でも敵多分全部出てきた。なるほどなるほど、なんもないね。ここも何にもなし。もう本当に敵がいて終わりなだけか。ちょっとこの箱も破壊して、あの金はパクっとこう。あー、金貨が1個増えてる。これだけこの金貨を取りに来ただけか。まあいいや、貴重そうだからね。じゃああとはちょっともうダッシュで出ましょう。はい、というところでちょっとね今回死亡者がまた2人出ちゃいましたけれども、もう少数精鋭でやっていくしかないですね。ちょっと村のところで武器とか鍛えたいね。そうするとまあそれは次回のセリカが終わってまたアルムに戻ってきた時にやりますか。というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。